50m ダッシュ15本終わり。しばらく休憩したら紅白戦だ。準備しとけよ。はい。おら、どうした？声が出てないぞ。もっと元気出せ。はい。もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の全国3連覇か。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ、頑張ろうぜ。みんな、お疲れ様。汗かいたでしょ。みんなタオル持ってきたから使って。サンキュー。しかし、マネージャー変わったよな。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやってあんなに騒がしかったのに、今じゃすっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。え、なんでだよ。なあ、なんでだよ。もういいじゃない。おい、翼。翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん。あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ、片桐さんって誰だ。ああ、全日本サッカー協会の人さ。小学生の時から翼の実力に注目していろいろ面倒を見てくれてる人なんだよ。今年の春に翼が高校選抜の合宿に特別参加しただろ。それもあの人が手配してくれたんだ。へえ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな、翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送った件で話があってな。本当ですか？どうなりました？いくつかのチームから返事が来た。お前のプレーに関心を示しているようだ。本当に14歳なのかという問い合わせもあったよ。じゃあ中学を卒業してすぐにブラジルに渡れるんですね。ああ、しかし向こうもプロだ。すぐに契約はしてくれんだろう。おそらく向こうに行きプロテストを受けなければならないだろうな。翼のサッカーの師、ブラジル代表センターフォワード、ロベルト本郷。翼は小学校卒業と同時にロベルトさんとブラジルへ渡るはずだった。しかしロベルトさんは何らかの事情で翼を連れて行かなかった。だが翼は失意をバネに大きく成長し、全国中学生サッカー大会を2連覇した。翼の実力は今や高校生レベルよりはるかに上にある。片桐さん。ああ、すまない、ちょっと考え事をしていた。それじゃあ今日はこれで失礼する。え、もう？私も忙しくてね、これから全国を視察に回らねばならないんだ。まあとにかく今は全国中学生サッカー大会に全力を傾けろ。ブラジルの話はそれからだ。はい。必ず勝てよ、翼。もちろんです。俺の目標は全国大会3連覇ですから。そうだ翼、3年連続、いや小学生の時から通じて4年連続の全国制覇を成し遂げるんだ。そしてブラジルに渡りサッカーの国でもトップになるんだ。その時日本のサッカーは変わる。翼、お前がリーダーとなって日本のサッカーを変えるんだ。そして夢はワールドカップ優勝。じゃあまたな。
話は終わったみたいだな。うん、よし、じゃあ紅白戦始めようぜ。ハーフタイム、ハーフタイムっとは。お前たちの実力、去年と大して変わってないみたいだな。何？お前は、ヒューガ君。てめえ、何しに来やがった？たまたま近くに遠征に来たんでな、挑戦状を叩きつけに来たのさ。挑戦状だ？全国中学生サッカー大会。俺たち東邦学園はお前たち南葛に負けて2年連続で準優勝に泣いてきた。しかし今年は違う。中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、他の選手たちの実力も大きくレベルアップした。それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わって、東邦学園のチーム力は格段にアップした。そしてサッカーは一番上手い選手のいるチームではなく、チームの総合力が一番強いチームが勝つんだ。今年こそお前ら南葛に勝って東邦学園が優勝をいただくぜ。ヒューガ君、俺たちだって負けないよ。今年も優勝するのは南葛さ。そうだぜ、今年もお前たちを準優勝にしてやるからな、覚悟してろよ。おめでたい奴らだ。もう全国大会に出た気で嫌がる。ほんとほんと、小学生の時同じ南葛 SC にいたものとして恥ずかしいぜ。だ、誰だ。なんだ、浦部たちじゃねえか。久しぶりだな、小学生の時以来じゃねえか。慣れ慣れしくすんじゃねえよ。昔は同じチームだったが、今じゃ敵同士なんだぜ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を止めるのは東邦なんかじゃねえ、俺たち大友中だ。何を言ってやがる。小学生の時のプレイぶりを見た限りじゃ、お前らで南葛を倒すなんて夢のまた夢だ。いいだろう、俺たちの実力ちょっとだけ見せてやるぜ。ニッタ！行くぜ、大空翼！この感じは。翼！そのボール、俺たちから守ってみろ！行くぜ！よし、翼がボールを取られた。4人がかりとはいえ翼からボールを。それ見た。はい、行け、俺のハヤブサシュート。シュートだ。見たか、これが大友中の実力よ。今年の全国大会出場は俺たちだぜ。いいか翼、その余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちのめしてやるからな。そういうことなんで、県大会の決勝まで負けないようにせいぜい頑張ってくださいよ、翼先輩。ああ、そうだ、ヒューガさん、先輩たちにいろいろ言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度でも日本一になってから言ってください。何？じゃあ、あんたのまな弟子の沢田武史によろしく伝えておいてください。
小学生の全国大会決勝戦の時と同じく、また俺が叩き潰してやるってね。じゃ、学校に帰るぞ。お学校に帰るって、まさか走って帰るのか。ここから大友中までって往復30キロ近くあるだろう。この程度、いつも走ってる距離さ。どうってことねえよ。いつも。じゃあな。そろそろ俺も帰るぜ。集合時間があるんでな。あばよ。浦部たちのスピードは一緒にプレイしていた時とはまるで違っていた。あのスピードはさっき浦部が言っていたような毎日の努力から生まれているんだ。そしてあの新田という選手が蹴ったボール、彼のボールをトラップした時、俺の足にしびれが走った。あんなことは小学生の時に日向君と激突した時以来だ。今年の大会は簡単には行きそうにないぞ。翼、そんなに気を落とすなよ。あいつらだって一応南葛 SC で全国優勝した時のメンバーなんだし、4人がかりじゃボールを取られたってしょうがないって。そうだよ翼。みんな、紅白戦後半はチームを変えよう。俺が1、2年生のチームに入る。みんなはもう片方のチームだ。どういうことだよ。いいから始めるぞ。
森崎、今のくらい若林くんなら胸で取るぞ。一体どうしたんだよ翼。そうだよ、急に本気でやりだして。さっきの浦部たちのこと気にしてるのか。俺は油断してたんだ。油断してないつもりでも勝つことに慣れて自分たちはいつでも勝てるって思い込んでいたんだけど、さっきのでそれが余裕じゃなくてうぬぼれだって分かった。それに努力してるのは浦部たちだけじゃない。全国にはもっともっとライバルがいる。みんな俺たちを目指して必死に練習しているはずだ。それなのに俺たちがうぬぼれていたら全国大会3連覇なんて達成できるはずがないんだ。なんでそういうことかよ。じゃあ翼、次は何をする？え？翼の言う通りさ、確かに俺たちうぬぼれてたかもしれねえ。ああ、それを消すには練習するしかないな。何でも言え翼、俺たちはいくらでもついていってやるぜ。そうさ、俺たちは南葛の戦士だぜ。みんな、よし、みんな全国大会3連覇に向けて全力で突っ走るぞ。お東京のとある町にサッカーを愛する一人の男の子がいた。男の子の名は大空翼。まったく、サッカーボールさえあれば機嫌がいいんだからな。ん？おい、翼は？あら、さっきまでそこに。翼！10年後。翼、どこ行ったの？
こっち手伝ってちょうだい。お母さん、ちょっと街見てくるね。11歳となった翼は静岡県南葛市にいた。本当に奇跡だったわ。車にはねられた瞬間も、道路に叩きつけられた時も、サッカーボールがクッション代わりになってかすり傷一つなかったんだから、翼は。まるでサッカーをやるためだけに生まれてきたのね、あの子は。ロベルト・本郷、ブラジルナショナルチームでセンターフォワードを務める日系三世のプロサッカー選手。なんてこった、走るパスの下を通したキックといい、このドリブルといい、この少年あの年齢でもボールと友達になっている。間違いない、この少年、この少年だ。ボールはまだ生きてるぞ。イエッホー、このセンタリングで勝負をつけろ。ロベルトは翼の父広大に誘われてやってきたこの南葛市で翼と出会い、そのサッカーの才能を見出す。ビバ翼。翼の家に居候しながら、弱小と言われていた南葛小サッカー部の監督となったロベルトだったが、診断の結果はやはり網膜剥離、発見が遅すぎたこともあり、これ以上サッカーを続けた場合、プレー中に強いショックを受けるようなことがあれば、俺の目は永久に見えなくなってしまうそうです。網膜剥離によりプロサッカー選手としての道を事実上断たれたロベルトは、自暴自棄になり海に飛び込んだところを翼の父に助けられた過去があった。失意の中で訪れた日本。翼、サッカー好きか。何言ってんだよ、当たり前だよ。そこで出会った翼はロベルトにとって新たな生きがいとなったのであった。今の俺の目には一筋の光が見えます。それが大空翼。俺は彼にかけてみたい。彼を一流のサッカー選手として世界に羽ばたかせる。ピッチを去っても俺はまだサッカーと共に生きています。浦部ハンジ、転向してきた翼をチームメイトに、そしてロベルト本郷を監督に迎えた新生南葛小サッカー部の最初の練習試合の対戦相手は、浦部が所属する西ヶ丘小サッカー部だった。なんだそのタックルは。そんなこっちゃ、西ヶ丘小キャプテン、この浦部ハンジ様のドリブルは止められねえぞ。若林の所属する修鉄小サッカー部に30対0で負けるなどしていた南葛小サッカー部を見下していた浦部たちだったが、行くぞ。翼に超ロングシュートを決められたことをきっかけに南葛にペースを持っていかれ敗北。バカな。翼の強さと南葛小の成長を目の当たりにした浦部は、南葛小対修鉄小の対抗戦を観戦しに現れる。石崎くんが怪我？うん、誰か助けと。だったら俺が出てやるぜ、この浦部半次様がよ。いや、俺が出る、こいつよりは戦力になるぜ。不
傷した石崎に代わり出場すると言って、浦部は後に大友中で大友カルテットを結成する山吹賞の岸田と競り合う。しかし南葛賞に転向してきたばかりの三崎太郎が出場することに。その後浦部は全国少年サッカー大会に出場する南葛 SC にも選ばれ、翼たちのチームメイトとして数々の激闘を繰り広げる。大会を通して幾度となく窮地に立たされる南葛 SC。 しかし苦境に追い込まれるたびに不屈の闘志で乗り越えていく。俺たちはまだ負けたわけじゃない。そして浦部もまた苦闘を戦い抜き、ついに全国大会優勝の瞬間を共にするのだった。埼玉の強豪明和 FC のキャプテンにしてエースストライカー日向小次郎。その攻撃的かつ力強いプレーからいつしか猛虎と呼ばれるようになる。明和 FC で日向ともプレーしたことのある三崎は、全国大会優勝を目指す南葛 SC のメンバーたちに日向率いる明和 FC が一番の強敵になると話す。そこのエースストライカーの日向小次郎は翼くんと同じくらいの実力を持っているんだ。明和 FC 日向小次郎、お前が若林か。南葛 SC の紅白戦に日向が突如乱入し、天才ゴールキーパーと名高い若林に勝負を挑んでくる。行くぜ若林、天才キーパーの実力がどれほどのもんか試させてもらうぜ。その荒々しいプレースタイルを見せつけ、若林からあっという間にゴールを奪い、日向は去っていく。翼、俺たちは必ず全国へ行く。日向小次郎も必ず来るだろう。この借りを返すのはその時だ。県大会を制し全国大会進出を決める南葛 SC。 若林の言葉通り、明和 FC もまた全国大会への進出を決める。俺のサッカーは負けないサッカー、どんなことをしても勝つサッカーだ。全国大会第一試合で早くも日向と対決することとなった。全国大会に優勝するのは俺たちだ。だから当然この試合も明和 FC が勝つ。翼と日向両チームエースが激突。激しい攻防の末、南葛が先制点を挙げる。優勝するのは明和じゃない南葛だよ。全くノーマークだった大空翼という少年によって点を先取されたことで、闘志の炎を激しく燃え上がらせる日向。俺のサッカーはお前らの遊びのサッカーとは違うんだ。遊びなんかじゃない、サッカーは俺の夢だ。激しくぶつかり合う翼と日向は一進一退の攻防を見せるも、日向翼をも驚かせる勝利への執念を見せ、第一試合は明和 FC の勝利。翼に初めての敗北を味わわせる。だが最後の競り合い、あれは完全に俺の負けだった。日向は翼個人との対決には敗北を感じるのだった。
7月夏の青空の下、ついに始まります。サッカーどころ静岡の県大会。果たして今年栄光の全国大会代表権を獲得するのはどの中学か。その優勝候補の筆頭に挙げられるのは、なんといっても昨年度代表南葛中でしょう。南葛中キャプテン大空翼くんが入学以来、いまだ負けを知らない南葛中学。そしてこのチームは実に昨年一昨年と全国制覇2連覇の偉業も成し遂げているのです。さあいよいよ開会式です。優勝旗返還。今昨年度優勝校南葛中キャプテン大空翼くんが優勝旗を返還します。石崎、あの優勝旗今年は俺たちがもらうからな。け、何言ってやがる。そういうことは決勝まで勝ち残ってからいいな。よく言うぜ。なら俺たちはお前らより多くの得失点差で決勝まで勝ち残ってやるぜ。ふざけんな。俺たちがお前らに負けるかよ。よし、じゃあ賭けだ。負けたら相手の言うことを何でも聞くっていうのにしようぜ。面白いじゃねえか。受けてやるぜ。決勝まで勝ち残ってこいよ。必ずあんたを倒してみせるからな。何？なるほど、余裕の笑いってわけか。でも決勝ではその余裕の面を必ず焦りと敗北感で引きつらせてやるからな。見てろよ。こうして始まった静岡県大会。優勝候補筆頭の南葛中は翼を中心に順当に勝ち進んだ。一方の大友中も浦部、中山、岸田、西尾の大友カルテットを中心に守りを固め、フォワードの新田がゴールを量産するサッカーでトーナメントを勝ち上がった。そして決勝戦、いよいよ両者が激突する日が来た。いいかみんな、我々はここまで危なげなく勝ち進んできた。だが今日の相手大友中はちょっと違うぞ。大友中は今大会無失点のチーム。その戦い方はまず守りだ。浦部たち4人と長身ゴールキーパー一条が鉄壁の守りで相手の攻撃を食い止める。そして 100m を11秒台で走る俊足フォワード新田がカウンターで強力なシュートを叩き込む。単純な戦術だが、その守備の硬さ、速攻の速さは間違いなく全国クラスだ。十分に気を引き締めていくんだ。はい監督、今日は俺をディフェンシブハーフ、ボランチにして新田をマークさせてくれませんか。翼が新田をマーク。俺がいつものように攻撃に重点を置けば、大友中ただ一人の攻め手の新田をフリーにすることになってしまいます。それに新田は闘志むき出しでこの俺に挑戦してきているんです。俺もそれを受けて立ちたいんです。よし、わかった。翼の作戦で行こう。みんな意義はないな。はい。みんな大会3連覇に向けて今日は絶対に勝つぞ。この1年俺たちは打倒南葛を目標に頑張ってきた。そして今日ついにその目標を果たす時がやってきたんだ。今の俺たちなら必ず南葛を倒せる。今年こそ南葛を倒して全国大会に出場するんだ。ああ見てろよ大空翼、勝つのは
俺たちだ。さあ、ついにやってきました、全国中学生サッカー大会静岡県大会決勝戦。両チームともスターティングメンバーは今大会のベストメンバーを揃えてきました。南葛中の翼くん、大東中の新田くんの両エースは共に同じサッカー少年団南葛 SC 出身。しかも翼くんは3年前の全国少年サッカー大会優勝時のキャプテン、また新田くんも2年前に優勝した時のキャプテンなのです。その上、翼くんと共に戦った選手のほとんどが南葛中、大友中の3年としてここに戦うことになったのです。いわば因縁の対決でもあるこの試合、果たしてサッカー王国静岡を制するのは常勝南葛か、それとも新鋭大友か。さあ、大観衆の見守る中、静岡県大会決勝、今キックオフです。伊沢、高杉、俺たちが打倒南葛を目指すようになったのはお前たちのせいなんだぜ。全国少年サッカー大会で大会の優秀選手に選ばれたお前たち、けれどどちらかといえば影の存在だった俺たちは何にもなかった。そう、その劣等感が俺たちをここまで育てたんだ。そして翼、俺たちはこの1年、打倒南葛、打倒翼にかけてきた。翼のスピードについていけるようになるために、翼のあらゆるフェイントに反応するため1年間猛練習を積んできたんだ。お前ほどのサッカーの才能はないが、努力と練習量だけは負けてないつもりだぜ。みんな、今日勝つのは俺たちだ。行くぞ。ああ、さて、ようやっと大空翼に会えるたい。そうですね、やっとですね。俺はこの時を待ってたんだ。来い、新田。中尾くん、どうだ。にかわして突破。翼くん、激しいタックル。ここから長い距離のファイトを狙う。伊沢くん、これはうまく受け取った。体、来い翼先輩、俺の力を見せてやれ。くらえ。さすがだぜ翼先輩、あんたの顔面を狙ったし、それをわずかやるな、見た。何？俺は嬉しい、久々に俺を熱くさせる男に巡り合う。ここでコーナーキック。さあ、ゴール前、このセンタリングをものにできるか。空中でぶつかり合う。高杉君、この大一番を制する。勝ち点、ここは勝負を避けた。木杉君、ここで止めた。パスを回す。ああ、
決めた。ドリブルは見送る。ここはパスを出した。パスを回す。ドリブルと見せかけてパス。志田君スライディングでカット。南君激しいタックル。逆サイドにボールを振る。サラ。ただ見逃した。ここで奪った。サラ。サラ。サラ君。ここはパスに切り替えた。中山君激しいタックル。素早く横に倒す。ロングパスだ。このパスは通らない。翼君ここはパスに切り替えた。敵陣へ攻め込みます。伊沢君ここはパスに切り替えた。翼君シュートを放った。グラブ君タックルを決めた。伊沢君ここは抜かせません。シュートだ。一条君ゴールを守った。パントキックどこまで運べるか。翼抜けるもんなら抜いてみろ。4人だろうと今度は抜く。すごい抜ける隙がなかった。さすが翼がっついたか。それ行け。岩見君ここはパスを出した。これは好きにさせません。長野君ここは抜かせません。このクロスは通るか。両者激しく激突。空高くで火花を散らす。両者もつれるようになった。ここでチャンスを潰す。中山君見た。ここは抜かせません。チャンスが決まった。あとドリブルを見送る。翼君ロングパスだ。スライディングで止めた。只見君素早く横にかわす。ここは抜かせません。いけ伊沢君ここはパスを出した。それ木杉君ここからチャンスを作れるか。ゴールを狙う。高くぶつかっていった。パスを回す。いけ伊沢君ここは勝負を避けた。ワンタッチで送る。ここから打ってきた。吉川君ボールを蹴り出します。翼君ボールは友達渡しません。これは何で式のドリブルだ。中山君激しいタックル。チャージが決まった。パスを出します。翼君ゴール前に持ち込んだ。体ごとぶつかっていった。パスを受けた。チャンスが決まった。ドリブルと見せかけてパス。それそれ体ごとぶつかっていった。小田君ここで止めた。ドリブルで突破。ドリブルでボールを運ぶ。行け。このタックルは不発に終わります。西尾君ここは抜かせません。かわして振り切った。新田君ここからチャンスを作れるか。チャンスが決まった。高杉君ここは勝負を避けた。キスギ横にかわして突破。ここはパスを出した。それそれ体ごとぶつかっていった。中野君素早く横にかわす。新田君センターラインを越えて攻め込む。それはっ
やっ杉君素早く横に貫通これはごぼう抜きだ体ごとぶつかっていった大友これはコースの連携を一段と高めてきましたこのパスをカットします南葛ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来たドリブルでボールを運ぶチャージが決まったここから長い距離のパスを狙うどうだくそ若杉くん激しいタックルそれよ翼くんここからチャンスを作れるかあっと奪い返したかまして振り切ったよし一気に抜かる早口だそこで捉えるか大事そうに抑えた決まったあっと奪い返した翼くん得意のヒールリフトで抜いたこれは南米式のドリブルだ翼くんシュートだ日条くんこれはキャッチできない川田くんこれをトラップドリブルで突破浦部くんこれは必殺のロングパスだ新田くんシュートこのパスをカットします只見くんセンターラインを越えて攻め込むかわして振り切った長山くんこ ここで前半終了県大会決勝よしみんなご苦労だったおみんなはいこりゃありがてえさあ後半もこの調子でいけようくそ前半から圧倒してやりたかったのに新田焦るな守りのチームにとって同点ってのは自分たちのペースだだからいつも通り俺たちが守ってはいチームが勝てるかどうかはけど今の俺の力じゃ自力で翼じゃどうすればいい俺のスピードなら一瞬はマークを外せるそしてパスを受けたいやそれじゃならばノートラでも今のおい新田時間だあはいとにかくやるしかない開始ロングボールを送る飯沢くんここは抜かせません浦部くんボールを狙うも届かない長野くんゴール前に当てた木杉くんクロスに合わせに行くあー弾きます木杉くん激しいタックルゴール前に持ち込んだ木杉くんゴールを狙う飯沢くんシュート西尾くん、ここで止めた見たこのパスをカットします翼くん、シュートを放ったああ、弾きますこぼれ球をものにした西尾くん、ここはクリアだチャージが決まった西尾くん、素早く横にかわす翼くん、シュートだそれ一条くん、ゴールを守ったパントキックどこまで運べるか中尾くんこのボールをコントロール翼くんここで止めた敵陣へ攻め込みます
翼くん、シュートを放った。このゴールでゴールを奪えないキーパーなんていない。タックル、パスを出します。かわして振り取った。そんな、タックン、シュートを放った。一条くん、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、激しいタックル、お箱のヒールリフトだ。翼くん、ここからジャンプを作れるか。これは南米式のドリブルだ。翼くん、ボールは友達、渡しません。力を込めて強烈なシュートだ。さあ、弾きます。チャンスが決まった。ロングボールを送る。長いパスを通った。小田くん、ここは抜かせません。長野くん、ここはパスに切り替えた。松田くん、激しいタックル、体ごとぶつかっていった。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールがタッチを割りました。南葛、ここでスローインを得ました。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。ここからシュートに持っていく。一村くん、このシュートに反応している。ここはクリアだ。翼くん、この真のシュート。一条くん、このシュートを正面から受け止める。まさに必殺の一撃。俺たちの闘志を見たか。ここはパスを出した。ここは抜かせません。何なの。横にかわして突破。ここで大きくサイドチェンジ。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。ここだ。クリクに合わせていく。これはキャッチできない。西岡、これをトラップ。なんか、ここは戻りながらのディフェンス。決まった。ドリブルと見せかけてパス。もらったぞ。すり抜けた。今部君、ここで止めた。ここから長い距離のパスを狙う。前線の味方にロングパス。高杉君、ここは抜かせません。滝、ボールを奪った。それ翼君、激しいタックル。ボールは友達、渡しません。ここは抜かせません。伊沢くん、ボールの狙いも届かない。どうだ。この選手が候補そうするか。森崎くん、がっちりキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。翼くん、ここで止めた。ここは勝負を避けた。石崎くん、ここはパスを出した。はぁ、体ごとぶつかっていった。チャージが決まった。最後まで、いったにパスを。このタイミングだ。石崎くん、このタイミングがバッチリあったぞ。おいおい、お前は翼じゃねえんだぞ。そん、あ、でもこれが浦部、どういう、わからん。でも俺、浦部南葛、ゴールキックで仕切り直します。よし、それキスキ。おっと、攻守交代だ。
このパスをトラップ、チャージが決まった。翼くん、ボールは友達、渡しません。それそれ、パスを出した。得意のヒールミットで抜いた。ここからチャンスを作れるか。ボールを奪うことができません。志田くん、ここはパスを出した。新田くん、ここからチャンスを作るか。一気に抜き去る、激しいタックル。このパスは通らない。横をすり抜けた、大きくパス。新田くん、このボールをコントロール、弾きます。シュートを放った。惜しくも枠の外。南葛、ゴールキックで仕切り直します。キツギロングパスだ。ボールを奪った。新田、ここから一気に攻め込みたいところ。新田くん、シュートを放った。ドレーシュートだ。止めた。パントキックで大きく蹴り出した。素早く横に倒す。おっと、奪い返した。大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。おっと、攻守交代だ。敵陣へ攻め込みます。体ごとぶつかっていった。それかばって振り切った。そんな、ここで試合終了。